夢見て夢見役の松村さゆりです。皆さん、夢見と夢子のツーショットいかがだったでしょうか。かわいいですよね、かわいいですよねすごい衣装も髪型も結構ついになってて、あともうなんて言ったって歌もダンスも息がぴったりだったんですよ。ぜひぜひもう皆さん楽しみにしていてください。引き続きドラマも映画も駆け狂いの応援をよろしくお願いします。バイバーイ。ハッピーバレンタイン、早乙女メアリ役の森川葵です。恋のギャンブル、今年も皆さん駆け狂ってますか。今日だけはポーカーフェイスはやめて勝負に出てみてはいかがでしょうか。それでは素敵なバレンタインをお過ごしください。イエーイ。鈴井亮太役の高杉真宙です。今日はホワイトデーですね。チョコをもらった方しっかり返してくださいね。もらえなかった方も今日をいい機会に告白しちゃいましょう。はい、女子の皆さんドキドキしていますね。それではいいホワイトデーを。ジャバミ夢子役の浜辺美波です。私が演じたジャバミ夢子は百花尾学園2年生花組の転入生で本作の主人公です。そして、一見おしとやかなお嬢様なんですが、ギャンブルになると豹変して駆け狂ってしまうというキャラクターになっています。ドラマシーズン2映画版でより駆け狂っていく夢子たちをどうぞお見逃しなく。楽しみに。皆さんこんにちは、高杉真宙です。駆け狂いシーズン2をお楽しみにしている皆さんへ、本当にシーズン1からのパワーアップは、現場にいる僕らが一番感じております。皆さん映像で見てもそれが実感できる、チーム感だったりとか演技の掛け合いになっております。皆さんそこはぜひ注目していただきたいと思います。そして、ずっと出てこなかった謎だった会長がついに現れるのです。僕もちょっと気になっていました、映像で見ててドラマを見てて。なので皆さんそこもぜひぜひシーズン2で明かされるので楽しみに待っていてください。はい、現役アイドルの松村さんと浜辺美波ちゃんっていう女優さんと2人のアイドルが見れるのはもうここだけしかないので、もうそこは本当に他で見られることのない、もう本当に超特別な、なんかもう絶対見ることのできないアイドルだと思うので、それを楽しみにしていただきたいなと思います。生徒会役員候補夢見て夢見役の松村さゆりです。私が演じた夢見て夢見ちゃんは百花王学園の生徒会役員候補にして多くのファンを持つ大人気アイドルです。でもですね、夢見ちゃんはですね、もう大きな野望を持ったすっごい一生懸命なアイドルなんで、表の夢見とちょっと裏の夢見がいるんですよ。このギャップを皆さんにぜひとも楽しんでもらえたらいいなと思います。ドラマ、映画、かけ狂い、どうぞお見逃しなくいっぱい噛んじゃってるけど、でも本編は絶対に噛みません。生徒会役員スメラギイツキ役の松田るかです。私が演じたスメラギイツキは私立百花王学園の1年生です。元生徒会役員でしたが、ジャバミ夢子先輩に敗れ、あえなく生徒会を追放されることになってしまいました。その後は夢子に近づき、いつか学園の中心に返り咲こうと、しています。バイタリティあふれるスメラギの活躍をお楽しみに。ドラマ&映画かけ狂い、ぜひともお見逃しなく。生徒会役員よもつきるな役の水戸夏目です。私が演じたよもつきるなは、私立百花尾学園の生徒会役員選挙管理委員長です。で、まあ、見ての通り、もう着ぐるみの、あのうさぎの着ぐるみを着てですね、お菓子とかゲームとかをもう手放さないような子どものこう一面を持ってるんですけど、実はこう、まあ、弱者を容赦なくポチ・ミケに落とすようなすごく、怖い部分も持ち合わせてるキャラクターになっています。まだまだ、謎だらけのキャラクターなんですけども、どうぞ活躍をお楽しみに見てください。よろしくお願いします。ドラマ映画かけ狂いお見逃しなく。
皆さんこんにちは、夢見て夢見役の乃木坂46松村さゆりです。今回私は夢見ちゃん役を演じさせていただきまして、シーズン2からの参加になりました。皆さんシーズン2楽しみですよね。わーありがとうございます。今回もですね、本当に皆さんと協力してとってもとっても素敵な作品ができたと思います。もしかしたら私の新たな一面も見れるかもしれませんよ。楽しみ。ぜひとも皆さん絶対に見逃さないでテレビの前で待っていてくださいね。ぜひ画面の前でお会いしましょう。生徒会役員マニューダ楓役の中川大志です。僕が演じたマニューダは私立百花王学園の生徒会役員会計担当です。己の野心のために他者を駒にすること、陥れることを厭わない冷酷さと計算高さの持ち主です。王道を行くことをモットーとするマニューダの生き様、そしてギャンブルバトルをどうぞお楽しみに。ドラマ駆け狂い、お見逃しなく。ドラマ駆け狂いシーズン2を楽しみにしていらっしゃる皆さん、シーズン1の時よりもすっごい豪華で、また追加キャストも豪華で、とにかく取り狂ってます。すっごい撮影力入れましたし、すっごい相談したりして、期待してる皆様の期待を裏切らない出来上がりになってると思います。楽しみにしててください。